大黒町行って、福山本通り商店街から、ジョイ船町の方に抜けてきました。で、大黒町のやつの動画、福山本通り商店街の動画は別であるんで、それはそっちで見てください。現在の稲田屋はこんな感じですね。ちょっとなんかこの店の前のさ、このなんていうん、ポールみたいなやつがあって、看板がこう綺麗に取れんのんだけど、てか看板めちゃめちゃ綺麗じゃない？ すごい綺麗じゃない？今これパッと見たけど、パッと見て思ったけど、なんか光り輝いてるよな。なんか新しくしたんかないうくらい。でも稲田屋は閉店してるから入れないんですが、入り口は今こんな感じになっとんね。で、いろんな賞を受賞してますね。何？ドングランプリ2016、2017、2015、18、19。当たり前のように取っとんじゃな。世界最大の旅行サイトが推薦してます。食べログの話題のお店。これ何？福の山百選認定賞。まあ、福山をね、代表する店でもあったよね、稲田屋。で、商店街歩いてるのは、こんな感じ。なんか、ここのこの店構えとかすごくない？で、なんかこの、看板というかさ、その店の名前がちょっとこう立体的になってるのいいよね。なんかこのシャッターの時ところもさ、味があっていいよな、かっこいいよな。なんかこの太陽旗みたいなやつ、太陽旗じゃないのかな、これ。結構これも印象的だよね、これね。可愛らしいけど絵がね。ジョイ船町、福山船町、宝船会商店街振興組合らしい。結構印象的。なんかこのジョイ船町といえば、これがある印象はある。あるね。ここもなんかいい雰囲気よな。なんか店の前のさ、なんかなんていうんかな、台あるじゃん、ちょっと何色ある？オレンジ色と黄色の間みたいな、あのやつ。なんか昔さ、デパートの催し物じゃないわ、なんかデパートの中とかでよく見なかった、これ。なんかよくセールとかね、やってる時にさ、あ、ここにいっぱい商品があって、おばさんとかがこう取り合うみたいな。 よく漫画で見かける光景の。この素材何なんだろうね。なんかイメージ的になんかテントみたいな素材かなと思うんだけど、オレンジ色の部分ね。どういう素材なんだろう。なんかでもこれ昔よくあったよな、ほんと。最近あんま見かけないけど、あっこがなんかオレンジ色みたいな、あの素材になってる理由って、なんかやりやすいのかな、使い勝手がいいのかな。まあ、取り外すこともできますし、みたいなことなんかな。いいよな、なんかこう年季が入ってて。これなんかいいよな。で、このアーケードになってるのって割となんかもう当たり前だからさ、なんか通っててあんまり何も思わないけど、便利よね。なんか雨が降ってる時も普通に歩けるもんね。割と画期的だよな。通路部分濡れずに歩けるっていう。そういえば結構さ、福山駅からこの辺に来るまであんまり雨濡れずに来れるくない？福山駅出ます。で、南口から出たら左方面、伏見町の方面っていうかな、に行ったら、あそこも信号渡ってすぐのところから、なんていうん、アーケードというか上あるじゃん、濡れずに歩けるが歩けて、で、天満屋、あ、で、地下、そのまま地下入れるわな。地下入って、で、天満屋の方から抜けて、で、そしたら天満屋の横のところの、そこもアーケードになってるわな。
で、そっからちょっと三角公園あたりのところは濡れるけど、ちょっと歩けばもうジョイ船町だから、雨降ってると、まあ、あんまり濡れずにこの辺まで来れちゃうっていう、結構すごいことじゃない？割と距離あると思うけど、すごいよな。あの床屋さんのやつがくるくるしてる感じいいよね。ここもなんかいい雰囲気よな。なんかまあ写真撮る人間からするとやっぱこのなんていうの、ポスターみたいなのがないといいなと思うけど知らんわなそんなポスターみたいなのがなく、こう、ね、東京ドーって書いてあるところと、この一個横の左側のところもなんかいい具合の、いい具合じゃん。このサビ具合がかっこいいというか、うん、ポスターなしで撮りたいけど、手前のあの花はまあ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 、この看板もいいよな。なんか色合い吉牛だけど色合い吉牛っぽいけど、フォントがいいよな。なんか分かりやすくてかっこいい。ここのタバコ屋さんあんまり意識して見たことなかったんだけどさ、かっこよくない？なんか、まあ、昔からあるんだろうけどめちゃめちゃ光ってるんじゃん。この今の時代にこんだけ光らすっていいなと思ってなんか結構昔と比べてさ、なんか、まあ、俺タバコ吸わんのんじゃけどさ、一切吸わんのんじゃけど、周り結構吸う人ばっかりだったんよ。んでなんかまあ別に周りが吸ってることに対して何とも思わんからさ、んだけなんかまあ吸うんだくらいの感じ。別に男でも女でもな、老若男女問わずは吸うんだなくらいの、別に何悪いとか全く思わないよ、思わない派なんよ。でもなんか世間的にはさ、あの結構分煙が進んでいって禁煙の場所が増えてみたいな、常識自体がだいぶ変わってきたでしょ。昔汚かっただろう、地面もさ、もう吸い殻なんかその辺にもう全然転がっとったし、最近やっぱ綺麗になったよね、そういうのもあって。でなんかだんだんとこうタバコ自体がなんかあの隅に追いやられていってる感じがする中、このなんかめちゃめちゃこの堂々としてる感じがめちゃめちゃいいなと思って、なんか光らせとるよねこれねかっこいいなと思って、いいよな。なんかどうせならこれくらいやったらいいよなと思う。しかもなんか昔からあるんだろうなっていうお店がなんかこうやって綺麗よな。なんかしかもな、おしゃれだなと思って、こういうのめちゃめちゃいいなと思ってね。なんか近くの居酒屋さんっぽいところのこの朝日ビールがいい感じだった。というわけでまあジョイ船町こんな感じだったんだけど、まあここまっすぐ行くくらいのところがまあジョイ船町の場所なのかな、その範囲くらいなのかなとは思ってるけど、この行った先はもう出てすぐ三角公園くらいのところね。で横に入れるところ、さっき珍民っていうんかな、あそこからこっから見て左側にちょっと入れそうなところで、ね、若干アーケードも続いてたけど、あそこまで含まれるのかな。なんかあの先 何もなさそうな印象があって、あんまり行ったことないんだけどね。でなんか商店街もここそ昔からあるよね。なんかここで夜店やってたんかな、子供の時にさ、なんか夜店連れて行ってもらった覚えがあるんだけど、多分この辺だったんじゃないんかなと思うよ。っていうのもまああの夏になったら毎度夜店あるじゃん。で、まあ、でもここ数年コロナがね蔓延してるからやれてないで、今年もやるんかな、でやる方向で行ってたのにやっぱり中止になったよね。なんかいろいろ意見はあるとは思うけど、やりますよみたいな感じだったんよ、夏前くらいまで、ギリくらいまで。いろいろあったんだろうないろいろあったんだと思う、そこはもうな、うん、いや結構覚悟決めてやろうとしてるんだろうなって思ってて見ててね。でその結果やらないっ
ていう判断をしたっていうことはもう察した、なんかまあよっぽどだったんだろうなっていう、一回覚悟を決めて、でその姿勢まで表して、でそれでやっぱできんかってなったっていうことはそれほどのことがあったんよ、おそらくっていうか、その空気的にじゃないかなとも俺が思うにね、具体的に何かあったみたいなことっていうよりも世間の一般的なこの空気感、そう、その開催するリスクがだんだん膨れ上がっていってたような気がする、夏に向けてね、なんか暖かい時期になるにつれて、そうだけど、なんかよしこれはちょっと批判覚悟でやろうって思った、そう思って表明した時期と、時間が経ってそのいざ開催する時期が近づいてくるが、だその表明した時期よりもその後のもう開催間近の時期の方がこう緊迫感が多分無視できないものだったんじゃないかなと推測する、うん、でまあ俺個人的にはどっち、まあ、その正解だと、中止したのも正解だと思うし、やったらやったで俺個人はよ俺個人はああそれはそれでなんかその覚悟を決めてんでやってるのはなんかすごいなと思う、うん、思っただろうなと思う、別になんか悪い印象は俺は受けないかな。まあでもその視点によるじゃんこういうのって、そのそれこそねえあのコロナで大変な、例えば家族がさなんかコロナに感染してさ、で大変な思いをそれ毎日目の当たりにしてて、その状況であの開催するっていうのを聞いたら、え何考えてんのって思う人も絶対出てくるじゃん。そうで、それ踏まえた上で開催する、そう分かってて開催するっていうのであれば、やっぱその批判覚悟でね、そうは言うても経済回さないといけないっていう視点も絶対あるし、生活もかかってるしっていう、でまあその意見を聞いた上で、じゃあ人の命と比べてどうなのっていう意見を言う人もいるでしょう。どっちが悪いっていうよりも、どっちもどっちの考えがあるわけないよな。でそのコロナで辛そうな人の人を見た人はやっぱ開催するべきじゃないって言うだろうし、でもそのなんていう、売り上げが上がらなかったら生活がままならないっていう人も、まあ、今回のこれは分かんないよ、そういう人がいるかどうか分かんないけど、世間にはねいるじゃん、経済回らないと店潰さないといけなくなるみたいな人も世の中にはいっぱいおるじゃん。で実際コロナ禍になってで店畳まんといけなくなった人もいっぱいおったじゃろ。でなんかその視点によって違うんやな、で見えない部分って結構あるじゃん。じゃけんまあそこはさ難しいよね、なんかじゃけん、まあ、どっちが正解みたいなのも多分ないんよこれな。そうじゃけん自分はこうです、こういう考えですっていうのでもうやっていくしかないんだろうなと思う。でまあその今後もでそのいろんな意見があるからこそ無難な答えを出したっていうのはその大多数にとって納得感のいくものではあったとは思う、うん、こういう話をするときお前どの立場でようになったらいつも自分自身思うんだけど、そう思う、うん、でまあもちろんそのどっちにしてもさあれじゃん、文句言う人もいれば賛同する人もいるじゃん。そうで結構難しいのはさ、割とその毎度夜店とかさそういう大きいイベントになってくると、そのどこまで責任取れるんかっていうのがね難しいところよね。その団体としてこうしますってって決めたとして、それが想像以上に炎上する可能性もあるじゃん、特にコロナ関係だから。でそれが福山内で収まりはまだあれだけど、それが全国ニュースになる可能性も今の時代またあったりするでしょう。で変に
あの SNS で変なバズり方したりとかね、悪いバズり方したりする可能性もあるから、だけどまあなんかその大人として正しい選択ではあったんだろうなと思うけど、まあ俺は別に開催したら開催したで、そう、あ、覚悟を決めてやって、もう中途半端な気持ちでやるわけないじゃん、そんなこの時期に。そうだからやったらやったで、あ、覚悟を決めて開催されたんだなと思っただろうなと思う。でそれでなんか批判しようみたいなことはなかったかな、ないかな、うん、まあ一応一旦あるからな、本当に。そうリスクと比べてメリットがどれくらいあるかっていう風な見方をした時になると、確率で考えた時にね、いろんな答えが出ると思うから、そうだね、真面目に話すとそう思いますね、うん、いや本当なんかすごい悩んだと思うよ、本当。だって去年もできてないでしょ、で一昨年もなんだっけ、多分去年はできてないよな、一昨年もだったとしたら、もう2年できてないってなったらやっぱ辛いもんね。あのあれもそうだけど、あの芦高の花火大会とかもそうだけどね。まあでもなんか最近だいぶ収まってきたじゃん、コロナも。でまあ俺はまだちょっと怖いから、割と変なとこ無難なんだよね。だけどなんか俺個人はまだあの緊急事態宣言中と何も変わらない日々を過ごしてはおるんだけど、そう。で、まあ、これで外に出て撮影したりはするけどさ、でもなんか電車とか使わんし、バスも使わんし、何、人混みがありそうな場所には今もあんまり近づかないようにしてるかな。あれも2週間経たないと分かんないじゃん。で今の感染者数のあの状態って2週間前どんな感じだったかって考えた方がいいじゃん。結果が出るのに 2週間かかるわけでしょ、で表面化するのに。そうだっけ。でお店とか入る時もそうよ、割とその人が少ない時間帯を今も選ぶもんね。まあ、でもそれは俺個人の考えだから、なんか変に人に押し付けようって思ういうこともないし、なんかそれでなんか今わーっとはしゃいどる人を別になんか斜めから見てどうこう思うこともないから、自分と人は別の話だからね、そうとは思ってますね。ちょっと全然関係ない話になったけど、うん、でまあたまにこうやってなんていうの、撮影行ったりして、でまあそこで写真撮れば、で動画作る時間があればこうやって話していこうかなと思いますので、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。じゃあ終わります。ありがとうございます。